この吉六ね、見てる方、はい、あの昭和生まれの方何人おられるか分かりません。ここにも昭和生まれの人いるでしょ、うん、昭和生まれでね、うん、今もう平成でしょ、うん、で平成ってもう30年で終わりますよ。来年の4月で平成が変わるって言われてるじゃないですか、うん、変わりますね。これでね、今流行ってる、まあ、OL さん、丸の内 OL さんとか、うん、まあ、女子の方が結構使ってるらしくて、うん、昭和生まれで平成の間、この30年間の間で結婚できなかった方、うん、ね、方のことを何ていうか知ってます、うんうん、なんかいい要因ながらあんの、その、そう、昭和生まれで平成30年間で結婚できなかったことの、ね、うん、方のことを、うん、あの平成ジャンプっていうの。うまいこと言うねこれね。誰が作ったのそれ。いや俺も聞いたんやけど。誰が言い出したのそれ。それ聞いた時、うわうまいこと言うね、ちょっと待って、俺平成ジャンプやんと思って、やばいやばいと思って、うん、もうだから平成ジャンプって言われるけど、だからそれじゃもうね、昭和生まれで結婚できないでしょ、もう昭和もみんなそうよ、平成ジャンプメンバー入りよ、メンバー入り平成ジャンプ、平成ジャンプからはお断りやろうけどかもしれんけど、もうそう言われてるから、だから来年の4月までにめちゃくちゃメンバー増えるやん平成ジャンプの。そうよ、だから今昭和生まれの女子とか、あ、もう男性もそうですけど、今もうほぼ平成知ってる人はもう焦ってますよ。いや逆にそう、平成ジャンプになりたないよ。いやそれ、まあ、なりたいけど、いや、ちょっと別の意味、ジャニーズの平成ジャンプとは違って、違うけど、その用語にはまってしまうとめっちゃ言われるらしいよ、その次の年号になった時に。そう、流行ってんのらしいで、俺は聞いたよ。まだ俺はもう平成止まりしてるから、やっぱちゃんと止めてるじゃないですか、平成ストップ、平成ストップっていうのか、平成ストップなのかな、うん、ね、うん、いいよ、だからちょっと羨ましく思えたよ、うん、そう